防衛省が開発を進めている12式地対艦誘導弾能力向上型ミサイルの試作品について、みんなは知っているかな？そのミサイルの試作品が、2024年7月12日に防衛省が発表した2024年版令和6年版の防衛白書の中で10ページにわたって画像付きで紹介されたぜ。今回は、防衛省が開発中の12式地対艦誘導弾能力向上型の試作ミサイルについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛白書に掲載された画像を見ると、本体は12式地対艦誘導弾よりはるかに大きなサイズになっているだけでなく、その形状もステルス性が向上されたと見られるスタイルになっているんだけど、形状だけでなく大きさがはるかに大きく、軍事専門家からは能力向上型とするには全く別物となっているため、全く別のミサイルとして新しい名称が付けられるのではないかとの見方が出ているよ。なお、12式地対艦誘導弾能力向上型については2日前の7月10日に産経新聞が、空自部隊で開発情報漏洩12式向上型かネット上に画像投稿防衛省調査とのタイトルで、航空自衛隊の装備品の開発や試験を実施している飛行開発実験団において、開発中の長射程ミサイルの模型と見られる画像などの未公開情報が、SNS から外部に漏洩した疑いがあるとしてスクープしたんだ。その画像には黄色と赤色に塗装された12式地対艦誘導弾能力向上型とされているものが映っているんだけど、これが今回防衛白書で公開されたものと同じ形であるかどうかは、画像にモザイクがかけられているために判別できないね。なお、産経新聞のスクープより以前に公開されている防衛省防衛装備庁航空装備研究所の一般競争入札情報の海上警戒監視作業及び浮遊物など回収作業の中に、開発中のこの12式地対艦誘導弾能力向上型の発注機弾の性能確認試験第一次発射試験に関する情報が掲載されており、その情報の中に12式地対艦誘導弾能力向上型の概要図が掲載されており、その概要図は防衛白書に挙げられたものと同じだな。ここでいうところの発注機弾の性能確認試験とは発射直後から飛翔中の誘導のことを示していると見られ、第一次発射実験とあるのは標的への命中を期待するものではなく、そこまでの誘導が確実に実施されるかどうかを確認するための試験で、2024年9月27日から11月10日の予定とされているぜ。防衛白書にも掲載されている概要図はブースターが装着された形のものだけど、画像はブースターが外されていて室内に置いてクレーンに吊り下げられている状態で撮影されているよ。12式地対艦誘導弾はその名の通り地上発射型のミサイルであるが、能力向上型においても地上発射型の地対艦ミサイルが基本形であるものの、護衛艦に搭載される艦艇発射型他に潜水艦から発射できる水中発射型や、ブースターが装着されず F-2 戦闘機やイギリス・イタリアとの共同で開発が進められている。次期戦闘機などから発射可能となる空中発射型などの開発も進められているね。この中で空中発射型についてはブースターを装着しないものの、搭載した航空機が高高度で発射することによって、最大射程距離を稼ぐことができると見られているな。陸上自衛隊に配備されている12式地対艦誘導弾は射程が 200km しかないため、日本に攻め寄せてくる敵艦隊の接近を許すことになり、特に近年大型の正規空母を次々に収益させている中国艦隊がもし尖閣諸島に、あるいは南西諸島を占領しようと接近したとして、12式地対艦誘導弾の射程に入る前に艦載機の攻撃を受ける可能性があるんだ。2018年12月18日に開催された閣議において決定防衛計画の大項30大項及び、31中規模でスタンドオフミサイルの導入を決定が閣議決定され、まずは外国製の長距離ミサイル JSM、JASSM、LRASM 導入と配備を進めながらそれと並行して国内での研究開発も推進する方針としたよ。しかし JSM は製造するために必要な外国製機材が不足し、また JASSM と LRASM については搭載する武器として予定されていた近代化改修が施された F-15J の改修経費が高騰したために、いずれも導入が計画通りには進められていない状態だったぜ。さらに日本政府では、これらの外国製スタンドオフミサイルの導入遅延のほか、イージス・アショアの配備中止といった問題に対処するため、2020年令和2年12月18日の閣議において、新たなミサイル防衛システムの整備とスタンドオフ防衛能力の強化が決定されたのであるが、この閣議決定の中に、多様なプラットフォームからの運用を前提とした12式地対艦誘導弾能力向上型の開発が盛り込まれたってわけだ。これは令和2年度の事前の事業評価においては地上発射型の開発計画が盛り込まれ、開発期間は令和3年度から令和7年度、総事業費は約394億円の計画だったみたい。防衛省では12式地対艦誘導弾を改良することでその射程を 900km まで伸ばすこととし、さらに最終的には 1500km まで延伸させる方針を打ち出したんだ。12式地対艦誘導弾能力向上型には海上自衛隊の超音速空対艦誘導弾 ASM3 と現在防衛省で、研究開発中の島しょ防衛用新対艦誘導弾の成果などが盛り込まれ、長射程化のための大型主力の展開技術とジェットエンジンの作動領域を拡大し、発射プラットフォームの多様化として地上の移動発射台海上の艦船航空機からの発射が可能となるべく開発を進めるほか、衛星 GPS を利用した誘導システムや敵のレーダーから身を隠すステルス性能の向上も図られていて、開発費総額1000億円を計上する計画であるとされているな。日本は現在、ここ数年の間に強大な海軍を作り上げた中国が南西諸島などの島嶼に次第に軍事的圧力を強めていることから、とあえずの中国艦隊への抑止力として南西諸島各島への12式地対艦誘導弾の配備を進めているぜ。しかし小さな島嶼にミサイル発射機を配備することについての一番の問題は、狭い島の中では発射機を隠す場所がほとんどないため、先制攻撃を受けて壊滅させられる恐れがあることで、現在石垣島と宮古島に配備されている12式地対艦誘導弾は配備場所などを簡単に把握され、簡単に撃破されてしまう可能性が指摘されていたらしい。12式地対艦誘導弾能力向上型の射程が延伸されれば、発射装置を隠蔽することが可能な山岳地帯が存在している広い沖縄本島に配備して、中国海軍の空母艦載機の行動可能半径の外側からアウトレンジ攻撃を実施することが可能となり、発射装置も固定化せずに山中を移動させながら発見されることを防ぎつつミサイルを連続して発射することが可能となるばかりか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地やアメリア空軍嘉手納基地に配備されている地対空ミサイルの傘下に入り、敵ミサイルから防御できることも大きい利点となるよね。そしてこの先12式地対艦誘導弾能力向上型の射程が 1500km まで延伸されれば、沖縄本島のみならず九州からも西南諸島が飛行距離内に収まるために発射可能となり、中国海軍への抑止力がかなり高まるものと見られているんだ。2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画においては、陸上自衛隊では12式地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持することとされ、海上自衛隊においてはイージス護衛艦などに12式地対艦誘導弾能力向上型の艦船発射型ミサイルを搭載するほか、水中優勢獲得のための強化策として、VLS から発射が可能な垂直発射型も開発した上で新たに、垂直ミサイル発射システム VLS を搭載する通常動力型潜水艦を開発することを掲げ、さらには航空自衛隊におけるスタンドオフ防衛能力の強化のために、F-2 戦闘機2個飛行隊に12式地対艦誘導弾能力向上型空中発射型を搭載し発射する能力を付与するための改修を行いつつ、2035年から就役する予定とされている次期戦闘機への搭載も可能とすることなどが明らかにされたな。2023年4月11日、防衛省より12式地対艦誘導弾能力向上型の量産、及び艦艇発射型と空中発射型の開発継続と、潜水艦発射型誘導弾の開発について三菱重工業との契約が成立したことが発表され、2025年度令和7年度からの配備を目指すこととなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。